ここ一番の勝負とは今日の試合のことでしょう。クラブがこの試合に勝利すればグループステージ突破が決まります。もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしました。この試合はヨーロッパリーグのグループステージ、AZがヘタフェと戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。キックオフです。 UEFA ヨーロッパリーググループステージの試合が始まりました。これはファールを取られました。まだカードは出ていません。ここでボールロスト。相手に当たりスローインです。これはスローインになります。ホームチームにはグループステージ突破を決めるチャンスがあります。今日の試合で確定できるでしょうか。この試合に勝てば自力でグループステージの突破が決まります。おそらく他の試合のことは気にしていないでしょう。このまま行きたい。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。プレーを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ゲームも開始しておよそ10分、早くもゴールが生まれています。スペースへのボール、再び得点です。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。
この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。エネス・ウナル、見事な視野です。さあどうする、止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。危ない場面もディフェンスがクリア。コーナーキックはやり直しです。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。足元でしっかりコントロールしています。インターセプトでチームを救いました。これは見事に奪いました。エネス・ウナル、素晴らしいボールです。このボールは決定的、弾きましたがここはプレーを切りたい。ここはキーパーが抑えます。気合のこもったセーブの後は落ち着いて抑えました。ゴールは確実かと思いましたがよく止めました。まあこれだけチャンスを生み出せればこういったスコアになりますよね。まだまだ得点してくるんじゃないでしょうか。サイドが空いています。おっとこれは面白い。1対1となりましたがキーパーが簡単に処理します。キーパーがボールを失った。さらに弾いた。守りきれるか。ボールを奪われました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンスボールを奪います。キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。これはコーナーキックです。ここはクリアされました。真ん中にクロスを上げた。フィニッシュまで持っていくことができません。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。前半が終了しました。ウェファヨーロッパリーググループステージの試合です。後半戦をご覧ください。誰か見ておきたいですね。さあどう来るのか。決まるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ドリブルで持ち込んでいます。前に出しましたが気を抜けません。深い位置でのスローインになります。クロスのチャンス。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。ディフェンダーがうまく読んでいました。ネマニア・マクシモビッチ、エネス・ウナル、クリーンなタックル。ボールを奪いました。ここは抜いてくるのか。
これは大きく枠を外れました。キーパーとの1対1ですから強いシュートを打つ必要がなかった気がします。両チームとも選手を交代するようです。ここからどうするのか。ゴール！映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。一方的な試合となってしまいました。フリーキックから試合が再開します。ネマニア・マクシモビッチ、テームプッキ、ネマニア・マクシモビッチ、プッキ、入ってきたぞ。流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。中にスペースがあります。素晴らしいボールだ。クリアが足りないか。前に押し出します。ここでインターセプト。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターのチャンスを決めたい。このカウンターはうまくいきません。これはコーナーキックです。コーナーキックが入ります。このボールはクリア。スローインになりました。ここはちょっと軽率なスローイン。相手ボールです。ネマニア・マクシモビッチ、綺麗なタックルです。負けるにしても何かを残したいところです。見事な視野です。素晴らしいパス入りました。ゴール。ボールはネット低い位置に飛び込みました。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そして強烈なミドルを決めてきました。いや改めて見ても本当にすごいシュートです。残り時間も少ない中厳しい展開になっています。マークが外れてどうする。クロスバーだ。ケイタ・バルデ・ディアオ、ここは試合を止めます。フリーキックですね。カードは出ません。注意にとどめます。助かりましたね。場合によっては今のがカードになることもありますからね。いいボールでしたがここはクリア。ディフェンダーをうまくかわした。ここで終了のホイッスル。ホームチームはグループステージを争うこの試合に勝利しています。
狙ったプレーがことごとくはまった、そんな印象の試合です。選手たちは余裕があるようにすら見えましたね。見事な勝利でした。